ばですね、こちら幕張メッセで、今日から開催されている、プラレール博2015にやってまいりました。もうちょっとね、今日初日の開演前から並んだんですが、すごい人で、ね、大盛況でございます。そしてなんと今回の入場記念品、こちらでございます。先日、まあ、私もね、紹介したプラレール L0系リニアですね。リニアの中間車がもらえちゃいます。これ今ね、まだ売ってないので、今後もちょっと売るかどうかわからないので、このね、プラレール博でしか手に入らない限定品でございます。まあ、もう一個はプラレール博限定のコンテナ車もね、あって選べたんですが、私はこの中間車にしました。中の様子をいろいろ見ていきたいと思います。あ、改札、おお、ピヨピヨ、すごいでっかい、空気で膨らむやつだこれ。今年はね、去年は確か E7 系かな、今年はこの L0 系が展示されております。すごい、前からも見る、窓がないんですね、前面運転席が。本当中で制御だし、まあ、ほとんどトンネルなんでね。はあ、セントロ、これ見て、プラキッズもいる、なんか嬉しい、おじさんだ、しかもこれ古戦のおじさんがいる、かわいい。すごい、これL0 系ばっかだ、全部L0 系だ、すごいな、ちょっと気持ち悪いぐらい走ってますね。危ないからね。貨物ターミナル、これ前もあったな。お母さんは行かれないの？入った。よかったよかった。こういうのいい。これ車庫？シリンダーとかすごい、あ、なんか燃えてるもん。なんかあそこ遊べる園児ビッグトーマスって書いてあるってことは出るんだ。こういうような、さすがにここまで大きくはないですけど、え、すごい、まあ、なんかメガネか E6 系ステーションみたいな感じかな、多分大きさ的には。すごい、予定ということでね、楽しみですね、これすごいな。おーおですよ。JR のね、ちゃんと東日本とか
ーが協賛してる公式の変形ロボ。かっこいい、すごい、いいですね、かっこいいね。やっぱ E5 系ね、すごい人気ですから、新幹線ね、かっこいいって。デラックス踏切ステージ40種類のサウンド、あーすごい。なんかこれ自動で多分動かしてくれるんだ、あのこのね踏切が降りてる時はここ止められてみたいな。すごい、これ欲しい。これがね、いろいろ制御とかできるんだ、すごい。お、あ、ここは新商品コーナーで、あ、すごい、笛で吹いて動く、輝きも出るんですね、E7 系。先日ね、L0 系出ましたけど、同じシステムでの E7 系、輝き。そして、こちらがいっぱいつなごう C58SL 銀河セット。おー、すごいこれ、あ、こんだけ入ってるんだ、ちゃんと。え、駅とつながる伏線レールセットも出ますね。いいね、あ、もう全部あれセットになってんねや、河川中とかも。へえ、あと微妙にね、あそぼーいとかも出る。あ、東西線の1万5000とか。へえ、あそぼーいが新しいやつですね、あそぼーい、あのしかもデザインは。これがね、会場メインの一番大きいレイアウト、すごい、あっちの方まである。わ、まあ、それぞれね、全部がつながってるわけじゃないんですけど、すごい広いですね、これは。もう本当にいろんな車両が、レイアウトもね、豪華ですね。今年も、いろいろ会場内見てまいりました。そして今回、まあ、さっきもね、さざん見ましたが、こちらの本日から限定販売の京阪電車600型ファトデンラッピング電車、まあ、大きいのねありましたけど、京阪のこの滋賀県警のラッピングのプラレールを購入しました。いいですね、またお家で走らせて、こちらも動画撮りたいと思います。でも本当毎年毎年、まあ、基本はね、メインの大きいレイアウトとかいろいろあるんですが、まあ、ちょっとずつやっぱりバージョンアップしてね、今年なんだろう、目玉でも一番気になったのはやっぱのトーマスの大きいやつが、あれちょっとね、ぜひ発売したらね、買いたいと思います。ぜひぜひ、気になった方、プラレールファンの方はぜひ来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、プラレール博2015に来てみたでした。ありがとうございます。もうダメ。